先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。ここはうまく引っ張っていきました。いや本当にうまく反応しましたよね。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。ここでさらに追加点を取って相手にプレッシャーを与えたいですね。なるほどそうですよね。アウトコースこれは見送ってボールです。ファールボールです。送ってきた三塁方向ピッチャー取った。一塁アウト。見事送りバントを決めました。ワンアウトランナー三塁。勝負に来ましたね。これはバッターも気合が入りますね。そのようですね。スライダーで攻めてきます。ここはあっという間に追い込んでいます。外これは外れた。掴んでアウト。ツーアウトランナー三塁と変わります。さあ打席には先発の大竹が入ります。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを変化球打った。ファースト取った。一塁アウトでスリーアウト。タイガースサードランナー残塁に終わっています。5回終わって1対0タイガースが1点をリードしています。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏得点圏には先制のランナー3番バッターポージー、甘い球をきっちり弾き返しました。タイガース先制します。3回の表ランナーを2塁に背負いましたがここはしのぎます。同点のピンチをしのぎます。5回の表ランナーを2塁に置いてしかしバットには当てさせません。同点のピンチをしのぎます。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。先発の大瀬良がバッターボックスです。まあ試合を作って好投してますからやはり続投でしょうね。そうですね。初球ボール。2球目打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。ここはなかなかいいバッティングをされました。ピッチャーにヒットが出ています。まあ絶対に仕留めておかないといけない相手でしたよね。打順は1番に帰ります。バッター秋山。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですがセカンドゴロに倒れています。初球打ち。打球はセンターへ。センターが取りました。さあ一塁には同点のランナー。バッターは二村。ここは送りバントで来るかもしれませんね。はい。さあここは送ってくるんでしょうか。
里崎さん、バントを阻止するようなリードというのはあるんでしょうか。そうですね、胸元えぐるような球行きたいですね。なるほど。次が2球目、アウトコースは外れます。ボール先行です。牽制セーフ、ボールになります。ストライクが入りません。ここは1球見ました。これが5球目。いいストレートですよね。はい、低めのストレート、ストライク。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。高めのボール、これはどうだ。センターに抜けました。二村、今日の初ヒットがここで出ました。ワンアウトランナー二塁一塁。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。いやー、コースは良かったんですけどね。さあ、そして打席には菊池が入ります。さあ、同点のランナーを得点圏に背負います。まあ、リードを守っておけば終盤が戦いやすくなるんで。うちのボール打った、落ちた、ヒットになる。バックホームする、左中間へのヒット。菊池、これが今日の初ヒット。厳しいコースだったんですが、うまく打ち返されてしまいました。まあ、コースも悪くないんですけど、うまく打たれたって感じでしょうね。バッターボックスには代打の坂倉。さあ、里崎さん、ここで代打を起用してきました。まあ、ここは相手が勝負に来てますからね、絶対に抑えないといけませんよ。そうですね。さあ、一度気持ちを切り替えて踏ん張ってほしいところ。ここはゲッツを取りたい場面ですよね。そうですね。最初は変化球できました。2球目は何で来るか。外、高め決まってストライク。さあ、3球目は何か。決まった、低めいっぱい。ワンボールツーストライクです。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういう。打ち上げました、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する、サードランナーホームイン。カープ同点、1対1。タイガースなおも満塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですが、代打にタイムリーを打たれてしまいました。まあ、まだ同点ですからね、気持ちを切り替えてこの後をしっかり抑えてもらいたいですね。ここで追いつかれました、同点です。バッターボックスには代打の堂林。さあ、里崎さん、ここは抑えておきたいところですよね。まあ、そうですね、この代打が成功してしまうと流れが向こうに行ってしまう可能性ありますよ。そうですね。さあ、勝ち越しのかかった場面となっています。ここは三振を取りたいですよね。そうですね。まず際どいコースをついてきました。これが2球目。これはいいところ、すぐに追い込みました。チェンジアップで決めるつもりなら、次はしっかりストレートを厳しいところに投げて意識させたいですよね。なるほど。さあ、何を選択してくるか。
空振り。ここは空振りでアウトを取りました。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、三振で2アウトとなっています。満塁は変わりません。キャッチャー今のはいいリードだったと思いますよ。まあただチャンスに強いバッターが相手ですからね。初球の入りは気をつけた方がいいでしょうね。そうですね、さあ気をつけていきたい。相澤が打席に入っています。低め見ました、ボールです。次が3球目、アウトコースストライク、ワンボールツーストライクです。打った、ホームに送球、サードランナーがホームに帰ってきました。カープ勝ち越し、2対1になりました。タイガースさらに満塁のピンチが続きます。バッテリーは警戒していたはずですが、ここで勝ち越しのタイムリーを打たれてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。このゲーム中盤、ここでリードを奪われます。バッターボックスには代打の松山。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあできれば三振を取りたい場面ではありますね。なるほど、さあどう組み立てていくのでしょうか。さあまず1球目、際どいコースですがアンパイアの手が上がりました。ジャストミート、ワンバウンドヒットになった。バックホームする、サードランナーホームイン。カープ追加点を挙げました。3対1、タイガースなおも満塁のピンチ。この場面、代打にタイムリーが出て追加点を奪われています。まあバッテリーも警戒してはいたんですけどね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。さあそしてバッターボックスには中村入っています。さあなおもピンチの場面で満塁となっています。まあ勢いづかせると厄介ですから、ここは無失点で切り抜けないといけませんよね。なるほど、そうですよね。さあ2球目は何か、変化球打った、ボテボテのショートゴロ、掴んだ、一塁送球、一塁アウト、これで3アウト。しかしこの回カープ貴重な得点でリードしました。3対1、カープが逆転しました。6回の裏、カープに選手の交代がありました。代打いたしました坂倉、そのまま入り、今日はストライク先行の投球です。球種の割合はご覧の通りです。そのまま入りライト、同じく代打いたしました松山に変わりました。6回の裏、タイガース打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入ります。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いや当たってますね。この調子だと猛打賞も行くでしょうね。さあここも打っていけるか。タイガースビハインドで迎える6回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返して追いついておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってワンアウトです。バッターボックスには代打の糸原。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球打ち、
切れていきます。ファウル。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待って2球目打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。ベンチの期待に応えました。ワンアウトランナー2塁となりました。さあタイガース得点圏にランナーを置いています。まあそんなに離されてませんからね。ここで少しでも点差を縮めておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスにはホージー入っています。次が2球目内へ。これは決まった。ストライクを先行させていきます。追い込みました。さあ外してくるのか。釣り玉。しかし誘いには乗りません。